してですね、こちら沖縄県のトマトの中の丹さん、10代の方です。沖縄は今お盆ですが、私は恥ずかしがり屋で親戚の前にも出られません。羽生選手も恥ずかしがり屋とかドジとかありますか？いやもうさっきのけん玉なんかもう勘弁してくれってもう楽屋で言ってるんですけどねでもやらされたというやらされて、はい、でもちゃんと成功したじゃないですか、最後はちゃんと結果を残すでも一発でやりたかったんでしょ。そうなんです。負けすぎだよ練習しときます本当にどこで披露するの？なんだろう、恥ずかしがり屋とかドジとか、まあ、結構あるんですよ、うん、ただその恥ずかしくてもなんかその周りの皆さんがサポートしてくれたりとか、やっぱりこうやってね、あの生ですけど、うん、割と皆さん引っ張ってくれて、こういうね、和やかな雰囲気を作ってくださるところが多いので、やっぱなんか周りに合わせてじゃないですけど、そういうこともすごく大事だなと思います。何命そのお父さんみたいな顔になってるそんな俺たちまでねぎらってもらっちゃって本当ありがとうございます、ね。はい、それから、9歳のゆうまくんでしょうか、はい、羽生さんは小学校1年生の時はモテましたか？いや、モテなかったと思いますけど。あ、モテてるなって思った時っていつ頃ですか？ないですね。ない、うん、なんかその顔の形も結構変わってきて、うん、あの痩せたんですよね、ちっちゃい頃より。あと髪の毛の量すごく多かったんですよ、何もしてきて、だいぶなんか印象変わったかなと思いますけど、はい。モテ期っていうのはこれからまだまだ来るかもしれない。なんかね、たちですから、好きだよって言われたことあんまないです。本当にバレンタインとかは本命はないです。あ、本命はいたんだ。本命は、いや本命とかじゃなくてあの義理のチョコはいっぱいいた。本命はないっていう、はい。そして